はい、おはようございます。週刊堂の田中です。これ吉原二郎さんってね、皆さんご存知でしょうか。吉原二郎さんですね、関西学院高校商学部卒、老舗油問屋の家業の傍ら、映画制作に、じゃなかった、絵画制作に没頭する、藤田津軽のすすめにより二課会に作品を発表、一方で昭和29年に若い前衛芸術家たちと具体美術協会を結成し、戦後のアートシーンを牽引した先駆的な活動は国内外で高い評価を受ける。で、主に抽象絵画を制作し、晩年は遠景を主題とした作品で知られる、死後旭日小綬章を受章、追贈ということですね。今月号にはこの、私どもの図録にはこのドローイングが載ってるんですけど、基本的に演奏で知られる作家さんですけど、何より大きい存在なのは具体っていう美術の流れを作ったっていうところなんですね。吉原二郎さんは結構親戚のところにね、結構たくさんお家、相手よりはうちあるはずなんですよ。でまあなかなかね、お持ちの方少ないと思うんですけど、私ども、展覧会等でぜひ使いたいですし、お持ちのものありましたらぜひお問い合わせください。吉原二郎さんのお話でございました。